ご覧ください、お役立さ。右翼より謙信公率いる上杉軍、左翼より秀吉殿率いる織田軍、信長は左近らは古老館に待ち受けていた清盛董卓軍を撃破した。左近の心情を察した信長軍の登場が勝敗を分けたのだ。織田、武田、上杉、孫吾、今ここに勢力を超えたオロチ復活阻止の命が鳴った。対して清盛は白帝城に軍団を集結させ鳴りを潜めてしまう。これをオロチ復活の動きと見た左近は信長と謙信に白帝城を吸収させた。謙信と信長、うまくやってくれるかのう。やってもらえないとしょっぱいですね。左近、お主の額に焦りの文字が浮き出ておる。ええ、ダッキを逃がした上に清盛もまだ倒せちゃいない。いつオロチが復活しても不思議じゃないんでね。魔王闘争楽しま、医者門天が読みす戦表示よ。遠慮はいらんぞ。いざ王宅の先陣を崩せ。信長はここぞ。
この程度の混沌では絡む。次は負けない。敵将信長が召した。よく交渉よ。死の恨みを買うとは哀れなやつめ。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。行くわよ。横島なる忍び、打ち払わん。おめおこ、見事な腕前よ。騎馬隊、敵陣を蹂躙すべし。やっと追い出したか。立ちくたびれたぜ。大盤振る舞いだ。ちょっと一瞬相手してやる。私の前にひれ伏したわ。大活躍ですな。無駄よ。さすがなる小活躍。無駄よ。敵の増援か。まずいよ。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、私の前にひれ伏したわ。我が力存分に味わうがいい。力はここで口当てろ。おうおう、気合い十分じゃねえか。楽しめそうだ。逃げてくれ。無駄よ。おめおこ、開幕だ。見事な腕前。したぜ。敵将信長が召した。さすがでございます。死地を救世や。せいぜいあがくない。敵将信長が召した。良き交渉よ。せいぜいあがくない。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。見事な腕前よ。妖術など無妙よ。城中の術者を褒めよ。力存分に味わうがいい。さあここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将信長が召した。よき交渉よ。せいぜいあがくがいい。敵将信長が召した。鮮やかなお手並み。行くわよ。おめおこ、見事な腕前よ。この牙で噛み砕いてくれる。さあ消滅せん。殺されてたまるか。
敵将、私の前にひれ伏したわ。お見事、さすがでございますな。まいったか。ならば攻めて相手をせねばなるまい。潰す。貴様ここで口当てろ。潰す。風の前の灯火はひときわ輝く。残忍な目をするわね。嫌いじゃないの？敵の城は目の前だ。この恨み忘れぬ。聞いてくれない？敵将、私の前がひれ伏した。大活躍ですな。敵将、私の前にひれ伏したわ。よきな、そうよ。この恨み忘れぬ。敵将、私の前にひれ伏したわ。鮮やかなお手並み。褒めおこう、見事な腕前よ。私の前にひれ伏したわ。時すでに遅し、オロチ様は間もなく復活されよう。是非もなし。サゴ、強豪じゃ、オロチが復活しよった。皆さんの力をまとめ、ヒヨモリ、ダッキを倒し、オロチ復活を阻むけ、破れちまいましたか。復帰さん、竜の絵は描けたが、一足遅かった。わしはそうは思わんぞ、サコ。お主の軍略、まだ半ばよ。強大な三人を何のためにまとめたのじゃ。目を入れた竜、空に放つは今ではないか。復帰さんにはかないませんね。最後の策、確かに残ってます。皆様の力を集結し、復活したオロチを倒す。まあ、力技の下策ですが。信玄公、この下策に付き合ってもらえますかね。いやいや、この展開も実は計算済みじゃろ。あっぱれな軍略、喜んで従っちゃおうかね。その調子じゃ、左近。名軍師の仕上げの采配、期待しておるぞ。よしてください。結局オロチの復活を阻止できなかったヘボ軍師ですから。